鉄球姫エミリーは,は、八丁玉作くによる日本のライトノベル。作者のデビュー作であり、第6回スーパーダッシュ小説新人賞、大賞受賞作。登場人物の大半は、戦いの時は、大甲冑と呼ばれる巨大な甲冑を身につけており、そうした人々を作中では、重騎士と呼んでいる。最大の特徴として、ファンタジーでは、 定番武器となっている、刀剣類が護身用のナイフ以外は全く登場せず、メースや槍など、どちらかといえば、脇役扱いとなっている武器が主流となっている。これは、堅牢な装甲を持つ大甲中に刀剣類が通用しなくなったと説明されており、実在の甲冑への対抗手段と同様の経緯となっている。また、こうした、 大甲虫に対抗するために暗殺者も大甲虫を身につけざるを得なくなっており、そうした存在は亡霊騎士と呼ばれている。作中では基本的に主人公エミリーと主人公以外の登場人物誰が交互に一人称形式で進行していく。また前半は脇役中心で進行していき、後半はエミリー中心で進行していくケースが多くままに、 他の人物に、スポットライトが当たる。単行本の表題は、鈴宮春日シリーズや、文学少女シリーズのように数字ではなく、エミリー、または、〇〇のエミリーのようになる。ラゲーネン王国第一王女の、鉄球姫ことエミリーは、帝王との玉座を争う戦いを避けるため、偏京の、地に身を置き、女中や、護衛と戯れ何一つ、不自由のない生活を送っていた。しかし、 そんな彼女のもとに、帝王派筆頭のノーフォーク公爵家当主ジゼフが、資格として4人の亡霊騎士を送り込んだ。次々と打ち取られていく、護衛騎士や総甲次女、虐殺される女中や使用人たち。エミリーと総工次女のセリーナは、何とか生き延びたものの、セリーナが重傷を負ったために、身動きが取れなくなってしまう。捕らえられた影武者のジュリは、 拷問に耐えられずに自分が影武者であることを白状した後に殺害され、周辺を探し回る亡霊騎士。窮地に陥ったエミリーは、騎士改正の反撃を試みるべく、亡霊騎士が待ち受ける屋敷へと向かう。輝き鉄と呼ばれる石を、甲冑、武器に埋め込むことによって、人体能力を飛躍的に向上させる石。この世界では、レアメタルのような存在であり、 採掘される数は少ない。また、体に最も近い場所によって効果が変わるほか、性別によっても変化する。しかし、代償として体力をかなり消耗するために地球医師とも呼ばれる。装甲の厚さが従来の甲冑の3倍以上にもなる超重甲冑で蒸気の輝き鉄を埋め込んでいるため、装備者の身体能力を向上させる力がある。 男性と女性では体力の消耗量が異なり、男性は身体能力を女性よりも高くすることができるが、体力の消耗が早く、女性はその逆である。そのため、男性と女性では役割が異なることが多い。男性は通常は甲冑を装備せず緊急時に装備し、前線に立って戦うことが多く、女性は前線に配備されず、後方から大型の弓で援護したり、 大盾である字を護衛することが多い。しかし、一概にそうとは言えず、エミリーやビルヘルミーネのように女性でも、前線で、積極的に戦う者や、逆に、グレのように男性でも主に付き添って護衛する者も、いる。また、大甲中のタイプと武器との組み合わせが非常に大切であり、良い組み合わせならば、戦いの場において、より効果的に戦闘を行うことができるほか、敵のタイプ、 武器との相性によっても大きく変化する。ただし、頑強な装甲を持つ大甲中を破るのは容易なことではなく、装備者の大半は必然的に超大型のウォーハンマーやメースなどの打撃武器や、装甲の貫徹力に優れた大槍や大球などの一つ武器を装備して戦うことになる。装備者に圧倒的な戦闘力を与えるために、 全ての大甲冑は政府や王室に登録されて厳重に管理されており、無登録の大甲冑の所持は、たとえ王皇貴族であっても即座に死刑となるほど重い罪が課せられる。輝き鉄を埋め込んでいる箇所によっても効果が異なり次のように分類される。腕力強化型大甲冑の腕部に輝き鉄を埋め込んだタイプで、そのパワーは凄まじく。 中には地面に大穴を開けるほどの力があるものもいる。攻撃的な戦闘スタイルの重騎士に多い。主な装備者は、アルバード、マイルズ、バジル、リカード、ライオネル、アーチボルト、ビルヘルミーネ、その他名前のない重騎士。脚力強化型大甲中の脚部に、輝き鉄を埋め込んだタイプで、特に脚力が高く向上する。そのため、一撃離脱攻撃が得意である。 また、奇襲対策などに適しているため重宝される。その脚力は高い機動力だけではなく、足下によって鎧を砕くほどである。また、主人公であるエミリーもこのタイプである。その他、国境付近に建てられている前線のロドン山岳要塞に駐留している守備隊では、脚力強化型の重機士のみで編成された、鉄鹿隊と呼ばれる部隊が存在する。 主な装備者は、エミリー、デリク、リカード以外の狼、鉄鹿隊、その他名前のない重騎士。感覚強化型大甲ッの兜に、輝き鉄を埋め込んだタイプで、特に動体視力や、聴力などが向上し、総じて感覚強化と呼ばれる。中心人物であるグレンもこのタイプである。また、装甲辞女は、ほぼこのタイプである。主な装備者は、グレン、セリーナ、 ジュディ、コンスタンス、デリク、ソフィ特殊型現在使われている3種の大甲中が開発される前に使われていたタイプで全身に輝き鉄が刻まれているものの量は少ない。さらに他の大甲中と違いどこも特化されていない。旧型大甲中に対して今の大甲中を改良型大甲中、最新型大甲中と呼ばれる。ベルンスト王国配下。 ブッフバルト家の切り札とも言える代物で、通常の大甲冑の数倍にもなる甲冑を群馬に着せた超重群馬である。その機動力は、脚力強化型の大甲冑をもしのぎ、機動力だけではなく、攻撃力も凄まじい。ただし、馬用の大甲冑を製造するには、莫大な費用がかかるため、相当な経済力がないと一体分を製造することも、ままならない。 作中では、ジェファーソン白軍をたった20機で反開させて、撤退に追い込み、通常航軍に1日もかかる距離にある、ノーホーク軍が半島派と交戦している、ダニエルヒルへと向かい、前線を押し上げようとしている、ノーホーク軍を配送へ追い込んだ。大甲中の黎明機に存在していた、装甲軍は、輝き鉄が含まれていない、普通の甲中を着用させている。 脚力強化型の大甲中の登場とともに、廃れてしまった。大甲中を身につけた騎士の総称。単独で普通の兵士100人分の戦力があるとされており、圧倒的なまでの戦闘力を有する。戦場における戦力の要なので、この銃騎士をどれだけ揃えられるかが、勝敗の分かれ目となっている。前線で戦う銃騎士の他に、以下の存在が確認されている。 護衛騎士自分の主人を守護する騎士の総称。城塞や貴族の屋敷の警備についている者も,のも護衛騎士と呼ばれる。主に大盾を装備して文字通り主人の盾となる者や強力な武器で積極的に敵対者を倒しに行く者に分けられる。また、主人を守るために戦場に出ることも多い。総工事助城塞などで主人の身の回りの世話をするメイドのうち、 大甲中を身につけた女性たちの総称。日常の作業の支障にならないように、かごでの指先が露出するようになっている。大概は、護衛騎士と共に、城塞で警備についているが、セリーナのように戦場に出る、走行辞書も少なくない。また、いざという時は主人を守る最後の盾になるために、感覚強化型の大甲中を身につけていることが多い。 無登録の大甲冑を身につけた重騎士の総称、主に暗殺などの闇仕事に手を染めている。暗殺のターゲットを守備する護衛騎士や装甲辞女が大甲冑を装備するようになったため、これらを突破するために暗殺者も必然的に大甲冑を装備するようになったのが始まりである。作中では装甲を黒く染めているが、輝き鉄は暗闇でも光り輝くので、カモフラージュにはなっていない。 目的のためには手段を選ばず、毒薬の類も平然と使用することから、多くの人々に恐れられ、忌み嫌われている。だが、それ以上に、亡霊騎士が忌み嫌われるのは、ターゲット以外の目撃者を老若男女を問わずに、虐殺する、無慈悲な殺戮者だということである。これは、無登録の大甲中の少子が、即死刑になるためで、自身の身を守るために、 必然的に目撃者の虐殺につながっている。第7回、第8回はが哀悼作なし。ありがとうございます。